幻の新球場、ついに2023年から開業する日本ハムファイターズの新球場エスコンフィールド北海道。日本初の開閉屋根付き天然芝であることや、ファールゾーンが狭すぎて規定のサイズを満たしていないことなど、何かと注目を集めています。しかし、長いプロ野球の歴史の中では新球場の建設計画が発表されながら、大人の事情で誕生しなかった幻の球場があるのです。今回は幻に消えたプロ野球の新球場計画の全貌を紹介していきます。築地移転計画。巨人が企てた東京ドームからの本拠地移転計画。新球場を建ててまで移転しようとした理由は、現在東京ドームが抱えている問題点を解消するためです。その大きな問題が老朽化とレンタル料です。東京の中心部、文京区にある東京ドームですが、1988年の開場からはすでに30年以上が経過。12球団の球場の中でも老朽化していることは否めません。東京ドームの耐用年数は約30年と言われており、すでにその年数を過ぎてしまっているのです。東京ドームより古い横浜スタジアムなどは、球団が球場を買収することで経営権を握り、球場内や周辺地域の開発に着手しています。旧式の球場をボールパーク化することで、新たなファンの獲得に結びつけているのです。実は東京ドームは巨人の所有物ではなく、株式会社東京ドームが所有しています。巨人は年間で30億円とも言われるレンタル料を払って試合を行っている状況なのです。こうした状況を踏まえ、巨人は老朽化した東京ドームに別れを告げ、新球場のボールパーク化を推進して新たな夢空間を作りたいと考えるようになったのです。巨人の新球場の建設先の有力候補として浮上したのが築地です。石原慎太郎東京都知事の下で、2016年の東京オリンピック誘致と築地市場の豊洲移転計画が進められていた東京都。当時水面下で検討されていたのが、築地市場跡地に新球場を建設する計画でした。まずはオリンピック前に築地市場の豊洲移転を完了させ、東京ドーム5個分の敷地にオリンピック用の新球場を建設。そしてオリンピック終了後、巨人が本拠地として使用するというものでした。日本の台所と呼ばれ、日本の食文化の象徴的存在だった築地。東京ドームと同じくらい交通アクセスも良く、理想的な立地です。さらに巨人の親会社である読売グループとしては、築地市場が宿敵朝日新聞の東京本社の目の前にあるということ、読売グループの夢と理想が詰まった新球場を建てる計画は、実現に向けてかなり具体的なところまで進んでいました。ところが2016年のオリンピック招致レースで東京がリオデジャネイロに負けてしまったことで、巨人の新球場計画に大きな狂いが生じます。2016年に東京都知事に就任した小池百合子氏は、築地市場跡地の使い道として食のテーマパーク機能を持つ一大拠点として再開発するという方針を発表。築地市場の跡地を利用するという巨人の新球場計画は白紙に戻ってしまったのです。その後も代々木公園の再開発予定地などが新球場の建設先として候補に上がりましたが、最終的に契約合意には至らず、東京ドームに残るしかなくなってしまった巨人は、およそ100億円をかけて東京ドームを大改修することになりました。大型のビジョンを設置したり、新型コロナに対応するため換気機能を強化、女性用のトイレを 1.6 倍に増やすなど、ファンにとって充実した観戦環境を提供しようと力を注ぎました。巨人の山口オーナーは改修の目的について、清潔、安全、快適なスタジアムをお客様に実感していただけるよう全力を挙げる、世界トップレベルの感染予防を実現していきたいと語りました。しかし本音としては、あの時移転することができていればと苦々しい思いもあったことでしょう。東京ドームを使用し続ける限り、球場内の設備を強化することはできても、肝心の老朽化問題を解決することはできません。また右中間と左中間が極端に狭い外野の形状や、選手たちから評判の悪い人工芝のグラウンドなど、昔から抱えている問題点も解消できない状態です。さらに東京の中心地に新球場を新たに建設できる広大な敷地を見つけるのは、国や東京都とも力を合わせる必要がある難事業です。巨人が新球場を作るのはかなり先になりそうです。なぜ巨人は新球場が欲しいのか。東京ドームの老朽化問題が取り沙汰される前から、
巨人は自前の球場を建てたいという思いを抱き続けていました。巨人が当初自前の球場を建てようと計画した場所は、現在の二軍施設がある川崎市多摩区の読売ランド周辺の地域です。球場を中心としたレジャー施設を作ろうと策を巡らせた巨人ですが、結局計画は実現しませんでした。一番のネックはアクセス面です。東京ドームで行われる巨人戦には、平均で1万人以上の観客が詰めかけます。裏を返せばこれだけの人数が試合開始と終了のタイミングで一斉に移動を始めるのです。JR の水道橋駅に加え、地下鉄3駅が存在する東京ドームと比べて、読売ランドは京王線の駅が一つあるのみ、試合終了後に大勢の観客が都心に向けて移動する交通インフラとしては不十分と言わざるを得ません。車を利用したアクセスも周辺道路が狭い一本道のため、巨人ファンを迎え入れるには厳しいものがありました。こうしたアクセス事情により、巨人は読売ランド周辺に新球場を建てる計画を断念せざるを得なくなったのです。自前の球場を持たないことの弊害は確実に巨人に忍び寄っています。まずは球場の使用権に関する問題です。2020年は新型コロナウイルスの大流行により、プロ野球の開幕が大幅に遅れました。このためクライマックスシリーズや日本シリーズが11月にずれ込み、巨人は仮にポストシーズンに進んでも東京ドームで試合ができない状況に陥ったのです。例年7月に行われる社会人野球の都市対抗野球大会が11月末に日程を変更。その後プロ野球の日程が決まったため、都市対抗野球と日本シリーズがバッティングしてしまったのです。東京ドームは巨人の持ち物ではありません。野球をはじめ様々なイベントやコンサートの会場として使われます。今後も社会情勢の変化によって急な試合日程の変更が起こった場合、東京ドームの予定が埋まっていれば巨人はどこか別の会場を探すしかなくなってしまうのです。またコロナによる無観客試合も巨人の経営面に大きな影響を与えました。年間のレンタル料を払いながら使うため、チケットや飲食、グッズなどの収入が大幅に減ってしまい、球団がかなりの負担を被ることになってしまいました。さらに巨人を新球場建設へと駆り立てるのは、自前の球場を建てることで成功を手にした他球団の姿です。例えば2009年に広島市民球場に代わる新球場マツダスタジアムを誕生させた広島カープ。マツダスタジアムは現在、子供から大人まで楽しめるスタジアムとして多くの地元ファンから愛されています。左右非対称型の観客席を導入し、ホーム側に多くの座席を配置。さらに選手たちを間近に見られる座席や、寝そべりながら野球観戦ができるエリアなど、多様な野球観戦の楽しみ方を提供し、新たなファンの獲得にもつなげました。仙台にある楽天イーグルスの楽天生命パークは、移転当初からボールパーク化を目指し、球場周辺の施設やイベントに力を入れてきました。現在はメリーゴーランドや観覧車などが左中間のエリアに設置され、子供を連れて来場するファンも多い球場となっています。球場内に宿泊できるホテルも建設し、さらなる進化の途上にある球場です。マツダスタジアムと楽天生命パークは自前の球場ではありませんが、球団と自治体が一体になって成功した例と言えます。2023年に日本ハムファイターズが北海道北広島市に誕生させる新球場は日本ハム所有の球場となります。開閉式の屋根を備えた天然芝グラウンドであるエスコンフィールド北海道。球場内に温浴施設が併設されていたり、子供たちが遊べる遊具も充実しています。周辺には高層マンションや宿泊施設、自然と触れ合えるアクティビティスポットも設置され、新しい様式のボールパークとなる予定です。球界の名手である巨人が他球団に遅れを取り、いつまでも東京ドームに留まっているわけにはいかないと思うのも無理はありません。一方で東京ドームがある場所には、かつて後楽園球場があり、王選手、長嶋選手といった往年の名選手たちがプレーした聖地であることもまた事実です。後楽園球場の後継である東京ドームの存在は、巨人ファンにとって変え難いものでもあります。とはいえ、1988年完成の東京ドームが、今や時代に取り残された球場となっていることは否定できません。観客席の座席の質や配置など、野球自体の見やすさという点でも最新の球場と比べれば劣っている部分があります。グラウンドも天然芝を採用することはできず、プレー環境を重視する選手からは避けられるかもしれません。ファンがより野球を見やすい球場に作り替え、
選手に優しい環境を整えられるかが今後の巨人の課題となりそうです。ツインドームシティとは、1988年11月1日、ダイエーは福岡再開発事業の目玉として南海ホークスを買収します。当時ダイエーの社長を務めていた中内勲氏の生まれ故郷の神戸に恩返ししたいという意向があったため、当初の予定では本拠地を神戸に置くことを前提に動いていました。しかし当時、買収計画を任された瀬戸山隆三氏は、移転の場所を神戸ではなく福岡にするべきと中内氏に提案したのです。当時の状況について瀬戸山氏は次のようにコメントしています。阪神さんがいましたから、果たして大阪から神戸に本拠地を移して経営が成り立つのかという疑問がありました。関西で圧倒的人気を誇っていた阪神に勝てないと判断した瀬戸山氏のもとに、福岡から誘致の話が持ちかけられます。魅力的だったのが、福岡市で1989年に開催予定だったアジア太平洋博覧会の会場跡地。当時は博覧会後の利用予定が決まっていなかったのです。これに目をつけた瀬戸山氏は、そこにドーム球場、ホテル、ショッピングセンターを作れる、新しいビジネスモデルができるかもしれないと、福岡に移転する方針が固まったのです。ホークスの福岡移転が正式に決まったダイエーは、ツインドームシティ計画を立ち上げます。福岡ドームとリゾートホテル、そしてテーマパークや複合商業施設を備えるファンタジードームを建設することを発表したのです。この大規模な計画が実現すれば、利用者の飲食、ショッピングなどによる収益は年間630億円と見込まれました。さらに建設による経済効果は約4880億円。建設作業員3万9000人と、完成後は8000人の雇用が生まれる点も話題となったのです。日本中の注目を集める中、1990年10月には福岡ドームとホテルの概要が明かされます。最初に着工した福岡ドームは直径200メートル、高さ80メートル、収容人数は最大5万2000人。またホテルは西日本最大規模となる1000室以上を備えるものとなりました。着工から2年で福岡ドームは完成し、施設の運営会社として1992年にツインドームシティを設立。そしてさらに驚くべき発表がありました。福岡ドームの最大の魅力は開閉式の屋根。なんと1回の開閉で電気代が100万円以上かかると発表され、地元の福岡市民だけでなく、日本中が目を丸くしたのです。ホークスは福岡移転後、しばらく平和台球場を本拠地としていましたが、1993年4月17日に、福岡ドームで初となるプロ野球公式戦、福岡ダイエーホークスと近鉄バファローズの試合が開催されました。この日、国内初の開閉式ドームを見ようと、福岡ドームに4万8000人の観客が訪れたのです。瀬戸山氏が、これからはチケットを売って広告看板で収入を増やす時代ではない。朝から晩までお祭り騒ぎになるようにと思い描いていた計画は順調に進んでいきます。1995年4月28日には、地上36階、地下2階建て、高さ143メートルの高層ホテル、シーホークホテル&リゾートがオープンしました。当初の計画ではドーム2つの真ん中にホテルを置く予定でした。しかしツインドーム利用者だけでなく、多くの人に利用してもらうため、分離する形で建設されたのです。夢のツインドームシティ計画実現まで、残すはファンタジードームの建設のみとなりました。ところがファンタジードームの建設状況が一向に出てこないため、計画を不安視する声が上がります。ようやく地元紙にファンタジードーム建設に関する記事が出たと思いきや、目玉と期待されるファンタジードームは景気の後退などからまだ内容が決まっておらず、その実現が最大の焦点となると報じられてしまいます。ダイエーが掲げた夢のツインドーム計画に黄色信号が灯っていることが明らかになったのです。計画白紙の真相。ファンタジードームの建設計画が消滅するという懸念は見事に的中してしまいます。ツインドーム計画が進行する中で、バブル経済が崩壊し、日本の景気が一気に後退してしまいました。バブル崩壊後の消費低迷により、ダイエーが資金を負担できず、ファンタジードームの着工はさらに遅れてしまいます。最終的に計画自体がまとまらず、ツインドームシティ計画は1998年に正式に断念することになりました。この年ダイエーが初めて経営赤字となってしまったため、計画断念は適切な判断だったのではないでしょうか。福岡市に拠点を持つ、
銀ギラ太陽寺の劇団員である大塚宗俊はファンタジードーム建設断念について次のようにコメントしています。ファンタジードームができなかったことよりもバブル崩壊の苦境の中で限りなく元の構想に近いものを作ったことはすごいと思う。日本中が注目していたツインドームシティ計画は終わりを迎えてしまいました。しかし計画実現に向けて走り続けたダイエーは地元からも高い評価を得ていたのです。なんとか商業施設を実現したいダイエーは当初の計画から8年遅れの2000年に商業施設ホークスタウンモールを建設します。モール内にはスターバックスコーヒーの九州1号店が出店したことでも話題となりました。しかし2004年のダイエーの経営不振によりホークスタウンモールはコロニー福岡に売却されてしまいます。さらに球団の経営権自体もソフトバンクに売却することが決まってしまいました。その後も名称はホークスタウンモールのままリニューアルして運営を続けていきますが、集客は伸び悩み、苦戦を強いられてしまいます。実はツインドームシティ計画が練られた際、モノレールの建設が一つのアイデアとして挙がっていました。モノレール構想が実現していれば、利便性が向上し、集客は伸びていたかもしれません。リニューアルオープンしてからわずか2年後の2007年、コロニー福岡は GIC リアルエステートにホークスタウンモールを売却します。2011年には当時人気絶頂を迎えていた HKT48 の劇場をオープン。日常的な来客を増やすために100円ショップを入店させたりと試行錯誤を繰り返しました。その後も運営を続けてきましたが、閉店する店舗が続出し、2015年に三菱地所に売却されてしまいます。三菱地所は今後の方針を検討した結果、モールを建て替え、再開発を行うことを発表しました。ホークスタウンの一つとして運営されていたホークスタウンモールは2016年3月末をもって営業終了。オープンから16年で幕を閉じることとなったのです。建設予定地の現在。ホークスタウンモールの跡地は現在どうなっているのでしょうか。2018年11月21日に三菱地所の商業施設の3号店としてマークイズ福岡桃地がオープンしました。ホークスタウンモールが野球やイベントのない日の売り上げが伸び悩んでいたことを参考に、遠方客だけではなく近隣住民の利用を狙い、スーパーマーケットや日用品売り場の面積を広く設定しました。ニトリやユニクロなど大手企業も多数出店して、週末は多くの人で賑わっています。三菱地所の企業スローガンは、人を思う力、街を思う力、福岡を盛り上げたいと思う気持ちは、ホークスも三菱地所も同じなのではないでしょうか。もちろん大規模なショッピングモール建設にソフトバンクも黙ってはいません。2020年7月21日、福岡ドーム敷地内にエンターテインメントビル、ボスイゾ福岡がオープンしました。福岡ドームの外周通路に接続し、ドームとのアクセスは抜群。バラエティ豊かな7つのエンターテインメントフロアで構成されています。ボスイゾ福岡の開業について、ソフトバンクは次のようなコメントを発表しています。世界に誇れる多彩な革新的コンテンツが魅力。ドームとドーム周辺のエンターテインメント化の実現に向けて大きな第一歩。地上7階建てのエンターテインメントに特化したビルには、HKT48 の新劇場や、王貞治ベースボールミュージアムなどが入っています。屋上には一人乗りのぶら下がり式レールコースターが設置されたことも話題となりました。三菱地所のマークイズ福岡桃地とソフトバンクのボスイーゾ福岡は、ダイエーの中内氏が描いていた理想そのもの。ツインドームシティ計画を描いて、ホークスを福岡に持ってきた中内氏は、天国で喜んでいるかもしれません。構想を計画したダイエーは、ホークスやホテル、ドームを手放してしまいましたが、計画されたすべての施設が揃ったことに驚いた方も多いのではないでしょうか。福岡のみならず、野球ファン以外も楽しめる施設が増えていってほしいですね。日本初のドーム球場。1979年7月20日、ドラゴンズの親会社である中日新聞がある計画を報じました。名古屋市に本社を持ち、現在は、のりたけカンパニーリミテッドとして知られる日本陶器が日本初の屋根付き多目的スタジアムの建設を計画していることが明らかになったのです。名古屋に全天候型球場と一面に大きく見出しが躍り、世間はようやく日本にもドーム球場ができると期待に満ち溢れていました。当時日本陶器の会長を務めていた岩田聡明氏は、同社の創立75周年記念事業として何かいいアイデアはないかと模索していました。
そこで当時、日本陶器の社長を務めていた杉本定次郎氏が、ドーム球場の建設案を提案したのです。アメリカ暮らしが長かった杉本社長は、アメリカのアストロドームを例に出して、ドーム球場の魅力を岩田会長に伝えました。岩田会長も賛同し、地域社会の国際的発展に少しでも寄与できれば、と体制建設に持ちかけるところまで話は進んでいきました。さらに、中日ドラゴンズが本拠地としていた名古屋球場が、設立から30年以上経過し、老朽化してきたことも後押しとなったのです。則武ドームの建設予定地は、名古屋駅から徒歩12分の日本陶器本社工場跡地でした。野球を中心とした各種スポーツイベントの会場に利用されることから、駅が近く、アクセスがしやすい本社工場跡地が選ばれたのです。名古屋駅は新幹線に在来線、名鉄、近鉄、地下鉄が通るターミナル駅。愛知県内で最も人が集まる場所に、日本初のドーム球場が誕生すれば、大きな話題を呼び、採算も取れると予想したのです。則武ドームの敷地面積は、名古屋球場の 3.5 倍の約3万8000平方メートル。地上5階建て、最後部の高さ69メートルの建設計画でした。想定されていた収容人数は、なんと4から6万人。これは、現在の名古屋ドームの収容人数である5万人を上回る規模になります。それどころか、現在収容人数が最も多い、東京ドームの約5万5千人を超え、日本最大のドームになっていた可能性もあります。これだけの規模のプロジェクトには、総工費として約150億円もかかることが予想されていました。総工費の負担は、土地と建設費の半分を日本陶器が提供し、残りは地元財界に出資協力を要請することになったのです。当時、名古屋市は1988年開催の夏季五輪の誘致を進めていました。則武ドームがオープンして名古屋五輪が開催されれば、大きな経済効果が見込めると言われていたのです。2021年のコロナ禍で開催された東京五輪は、ほとんどの競技が無観客の中、約6兆円の経済効果と推定されています。もしコロナがなければ、最大で約19兆円の経済効果があったと言われています。日本陶器は夏季五輪開催に間に合うように、1982年3月に着工し、1984年2月の完成を予定していました。大企業である日本陶器が動き出し、中日新聞社が大々的に報じたことから、このプロジェクトは順調に進んでいくだろうと誰もが思っていました。しかし、計画を根本からひっくり返すまさかの結末が待っていたのです。まさかの白紙。多くの人たちから期待されていた日本初のドーム球場建設ですが、早い段階から雲行きが怪しくなっていきます。プロジェクトが発表された翌年の1980年5月、日本陶器の岩田会長が天国へ旅立ってしまいました。会長の意思を受け継いだ杉本社長は、建設プロジェクト中止の噂が出るたび、ドームは必ず実現させると意気込みを見せていました。しかし、1981年8月、今度は杉本社長が倒れてしまい、代表取締役を退任してしまいます。その後、総工費が200億円に高騰し、地元財界へのさらなる資金協力が必要に。しかし、建設プロジェクトを進めていた二人を失ったことから、財界への根回しは思うように進みません。さらに建設資金だけにとどまらず、電波障害、騒音などに対する近隣住民の反対運動も起きてしまいます。これらの改善や説得に多くの時間を費やしてしまいました。そして問題が山積みになってきた建設プロジェクトに決定的なダメージを与えたのは、名古屋五輪誘致の失敗でした。1988年の名古屋五輪開催を目指し、当時の愛知県知事、中谷義明氏を中心に誘致活動が行われていました。しかし1981年9月に行われた国際オリンピック会議で、開催地がソウルに決定してしまったのです。大方の予想では、名古屋で確実と見られていただけに、その落胆はとても大きいものでした。当時東海テレビのスタジオで発表を見守っていたミノモンタ氏は、名古屋で決定という原稿が使えず、
特番をすべてアドリブでこなしたといいます。さらに番組アシスタントを務めていた陸上走り幅跳びの日本記録保持者である曽根美希子氏も、今ソウルって言ったの?と驚きを隠せませんでした。この名古屋五輪消滅が決まってから、のりたけドームの採算問題が浮上します。のりたけドームの採算ラインは年間200日稼働が最低条件。ドラゴンズの本拠地となっても年間65試合しかホームゲームを組むことができず、残りの130日をどうするかで関係者は頭を悩ませました。もし名古屋五輪が実現していれば多くの関連イベントを開催できましたが、それができなくなってしまったのです。1984年1月、杉本氏の後任として日本陶器の社長を務めていた倉田貴文氏は採算問題を理由にドーム計画の白紙撤回を発表。のりたけドームは幻と消えてしまいました。後に日本陶器の幹部も、そろばんが揃わなかったのが最大の理由、採算を取るには名古屋ではイベントが少ないと判断した、と撤退理由を明かしています。ファンが楽しみにしていた日本初のドーム球場は夢物語に終わってしまいました。のりたけドームを本拠地として利用する予定だったドラゴンズも中止の煽りを受けます。劣化していた名古屋球場をそのまま使用することになってしまったのです。その後、13年間も名古屋球場を使用したドラゴンズは、1997年にようやく名古屋ドームへ本拠地を移すことができました。しかし、名古屋ドームは名古屋球場よりもアクセスが悪いと不便さを指摘されています。名古屋ドームは名古屋駅から地下鉄で約25分の場所にあります。そして地下鉄を利用する際は必ず乗り換えが必要になるのです。名古屋球場は名古屋駅から電車で5分とアクセスしやすい場所だったため、どうしても名古屋ドームの不便さが目立ってしまうのです。電車で25分もかかることに加えて、最寄り駅である名古屋ドーム前矢田駅は試合終了後に大混雑します。混雑を避けるため、中日が勝っていても、試合中に帰宅してしまうファンもいるほどです。名古屋駅近くに建設される予定だったのりたけドームなら、遠方からでも来やすくなっており、集客面でも大きくプラスになっていたかもしれませんね。建設予定地の現在。幻になったのりたけドームの建設予定地は、現在どうなっているのでしょうか。1981年に日本陶器から社名を変更したのりたけカンパニーリミテドは2001年10月5日に陶磁器に関する複合施設のりたけの森をオープンしました。豊かな森に囲まれたのりたけの森では噴水広場や煙突広場など自然を感じながらのんびりと散策できます。週末には多くの家族連れやカップルがのりたけの森を訪れています。この事業を通して、のりたけカンパニーリミテドは、産業観光の促進や地域社会への貢献に取り組んでまいります。と、今後の方針を明かしています。その言葉通り、2016年3月17日に、三菱商事株式会社、イオンモール株式会社、三菱地所レジデンス株式会社と共同で、名古屋市に都市計画提案を行ったことを発表しました。のりたけの森から広がる上質な潤いのある街づくりをコンセプトに、のりたけの森を維持しながら本社工場跡地に商業住宅の開発を行うという計画です。そして2021年10月27日商業施設とオフィスを一体化したイオンモール名古屋のりたけガーデンをオープン。プラネタリウムや巨大な本棚もあり、インスタ映えスポットとして人気になっています。また、地域の賑わいや交流の促進を目的に、のりたけの森とイオンモールの共同イベントも定期的に開催するなど、盛り上がりを見せています。甲子園ドーム化計画。1924年8月1日に、兵庫県西宮市に建設された甲子園球場。プロ野球チームの本拠地としてではなく、全国高校野球大会を開催するために、日本初の本格的な野球場として誕生しました。甲子園球場が建設された理由について、西宮市の情報公開課は次のようにコメントしています。当時は鳴海球場で大会が行われていましたが、大会の人気が高まって観客が入れないという問題が起きてしまいました。そこで阪神電鉄が本格的な野球場の建設に乗り出して、甲子園を作ったのです。
甲子園の完成後には、町の名前や最寄り駅にも甲子園の名が付けられ、町のシンボルとして愛されています。そんな歴史ある甲子園をドーム化する計画とは、一体どのようなものなのでしょうか。1993年、甲子園球場を運営している阪神電鉄が、西梅田再開発事業が終了する10年後をめどに、ドーム建設を始めることを検討している、と発表。テレビや新聞で大々的に報道されます。阪神電鉄は1929年に設立された甲子園阪神パークを閉鎖して、その跡地と周辺地を加えた用地に、ドーム球場を建設するプランを進めていたのです。ツタで覆われた甲子園がなくなってしまうというニュースに、多くの野球ファンが驚きを隠せませんでした。しかし、当時すでに設立70年を迎えていた甲子園は、傷みが目立ってきており、毎年のように補修工事を繰り返していたのです。当時の球場関係者は甲子園の状態について、あと15年ぐらいしか持たないだろう、と予想していました。甲子園の老朽化問題を解決するために、ドーム球場建設を考えた阪神電鉄は、アメリカのドーム球場を視察するほど、本腰を入れていきます。球場の規模や構造は検討中としながらも、コンサートなど多目的に使用できて、年間の稼働率も上がるドーム型にする計画で、話はまとまっていました。しかし、高校野球の舞台にもなることから、人工芝ではなく天然芝にすることが絶対条件とされてしまいます。今では屋根付きの球場でも、天然芝のグラウンドを作ることは可能ですが、当時はドーム、イコール人工芝、が当たり前でした。そのため、ドーム化は難しいのではないか、という意見が多く上がりました。甲子園ドーム球場の建設費について、ある評論家は、今度建設される大阪ドームの建設費が450億円、だからその倍はかかる、と語っています。この甲子園のドーム化計画は、多くの話題を呼んだものの、様々な意見が飛び交い、賛否両論が巻き起こってしまったのです。ドーム化のメリット・デメリット。伝統ある甲子園球場を改修工事ではなくドーム化するメリットはどこにあるのでしょうか。真っ先にメリットとして挙げられるのは、高校球児と観客の熱中症対策です。近年は地球温暖化の影響で気温が上昇し、猛暑日になる日が増えています。真夏の甲子園のグラウンドの体感温度は40度から50度くらいになると言われています。そのため、ドーム化計画に賛成の人たちからは、炎天下でのプレーは命の危険がある状態。高校生のためにも安全なドームで開催するべき、という意見が上がっているのです。今年の甲子園大会でも熱中症によって選手が担架で運ばれており、炎天下でのプレーはもう厳しいとも言われています。ドーム型にすれば空調を効かせることができ、熱中症を防ぐことが可能になります。もう一つのメリットは、雨天中止による日程変更がなくなるということです。夏の甲子園大会は14日から17日間ほどかけて行われ、総試合数は48試合になります。雨天中止になってしまうと日程が詰まり、連戦が増えてしまいます。連戦が続くと選手が体を休ませられないため、万全な状態で試合をすることができません。実際に2021年の夏の大会では、大会最多となる6度の雨天中止となり、決勝まで行うことができるのか危ぶまれました。日程消化のため、強い雨でグラウンドコンディションが悪くても、そのまま行われた試合もあったほどです。当然、ぬかるんだグラウンドでは思うようにプレーができず、転んでしまう選手も続出。それでも中止にしない高野連には批判が殺到しました。最終的に大会は無事に終えることができましたが、試合日程を円滑に進められるよう、甲子園をドーム化しよう、という意見が多く上がったのです。一方で甲子園ドーム化のデメリットは、歴史的建築物である甲子園球場がなくなってしまうことです。甲子園は野球少年たちの憧れであり、甲子園の土を踏むために日々過酷な練習に取り組んでいます。そのため甲子園でプレーする球児は、猛暑でも笑顔で生き生きとした表情を見せてくれるのです。高校球児の夢の舞台であるからこそ、甲子園以外だと意味がない。安全に行う対策を徹底すべき。という意見が多くあり、あくまで甲子園球場で試合を行うことを望んでいます。このように甲子園のドーム化については、賛否両論が巻き起こっています。なぜ実現できないのか。1993年に報じられた甲子園ドーム化計画は、
阪神・淡路大震災の影響やバブル崩壊など、経済的理由から白紙になってしまいました。そのため、甲子園球場は2007年オフから2010年春にかけて、大規模な改修工事が行われました。さらに球場周辺に商業施設を建設し、ボールパークエリア構想も進められています。甲子園阪神パークの跡地は、すでに別の施設が建っており、甲子園をドーム化するためには、今の場所で建て替えるしかありません。ではなぜ阪神電鉄は甲子園のドーム化ではなく、改修工事に舵を切ったのでしょうか。一つ目に挙げられるのが、多額の費用と建設期間です。甲子園は日本最大規模を誇る巨大球場。ドーム化するとなると大規模な工事が必要となり、一説によると1000億円近くかかると言われています。さらに、工事ができる期間は、野球のオフシーズンに限られてしまいます。ドーム化による大規模工事は数年以上の期間が必要なため、ドーム化は難しいと判断されました。また、運営費に関しても大きな課題があります。阪神電鉄は、甲子園球場を高校野球大会に無償で貸し出しています。そのため、仮にドーム化した場合、空調代などの巨額の運営費を阪神電鉄が負担することになってしまうのです。この点もドーム化が困難な理由なのではないでしょうか。二つ目に挙げられるのが、甲子園の立地上の問題にあります。甲子園は民家が並ぶ街のど真ん中に立っており、すぐ北側に阪神高速道路が通っています。工事用のスペースも少なく、騒音や事故などの危険性を考えると、この環境下での工事は難しいと言われているのです。現在の場所での建て替えが難しいと判断したからこそ、甲子園阪神パークの跡地にドームを建設することを考えていたのでしょう。三つ目に挙げられるのが、高校野球連盟がドーム化に反対したことです。現在スポーツライターとして活動している小林信也氏は、高野連の甲子園へのこだわりについて次のように批判しています。高野連は変えることへのアレルギーがある。夏に甲子園でやるということは絶対変えない。甲子園球場での開催にこだわりを見せる高野連にとって、伝統ある球場の建て替えは賛成できないのかもしれません。また、1993年のドーム化計画の際に、各都道府県の高校野球連盟からは、青空の下でプレーできなくなる。高校野球に相応しない。と反対意見が続出しました。これらの理由から、甲子園をドーム化することは困難とされており、現在もドーム化することなく運営されているのです。建築現場の跡地。新球場の建築予定地だった甲子園阪神パークの跡地は、現在どうなっているのでしょうか。甲子園ドーム化計画が消滅した後も、運営を続けていた甲子園阪神パーク。しかし、USJ の開業以降、利用者はさらに減ってしまい、2003年3月30日の営業をもって、閉鎖されました。その翌年、三井不動産が阪神電鉄から敷地を借りて、ララポート甲子園をオープンさせます。オープンにあたり、三井不動産は公式ホームページで次のようなコメントを載せています。地域の皆さんが集い、憩える空間を持つ、エンターテイメント性豊かな商業施設を目指します。そんなララポート甲子園ですが、2017年に大規模な改装工事を行い、新規のテナントもオープンしています。甲子園での野球観戦と合わせて、ぜひ足を運んでみたい施設ですね。今の高校球児たちは、甲子園ドーム化計画が実在したことを知らない方も多いのではないでしょうか。伝統ある球場であるがゆえ、様々な問題があり、ドーム化を実現することは難しいようです。灼熱の中でプレーする選手たちが倒れることがないよう、最善の方法で試合を開催してほしいですね。